音楽仲間と祇園で飲もうということになりまして、ほっつき歩いてたら気まぐれ屋というところを見つけたので入ってみましたら、なんかねカラオケとかもできそうなスナックみたいな風貌なんですけれども、一応なんか食べ物もあるんだなと思っていてたらちゃんとした居酒屋メニューありました。これトマトのチーズ焼きなんですけど、これも美味しかったし、これサラダもなんかありますかって日替わりサラダがっつりと、もうなんかね、もう全然居酒屋使い OK です。でこれも生トマトのチューハイがあったり、せせりガーリック、これ全部ねなんか酒が進むような味付けなんですよね。せせりのこれは唐揚げやったかな。でこうチヂミ、韓国のママちゃんなんでしょうかね、チヂミが美味しかったり、韓国系の料理もたくさんあります。でさらにこれ歌も歌えるんですよね。だからスナックみたいにして使われているあの年配の方々もおられました。カウンターと、席があるんですけど、席はもう僕らでもちょっと占領してしまって申し訳なかったんですが、面白い店です。なんかネットでも情報があまりなくて、ググってもなかなかないんですけども、このいつどりって書いてあるここです、ここです、ここがここなんですけど、非常に分かりにくいのでちょっと見つけてみてください。ちょっと面白い店でした。それではまた明日です。ありがとうございます。